大阪府立山田高等学校は、大阪府吹田市山田東にある公立高等学校。昭和末期バブル時代の生徒急増期に、府立151番目の高校として、府北部の千里ニュータウンに新設。北側に、エキスポ70の万博記念公園がある。段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された、府立校で、 最後となる1984年に開校した六校の一つ。少子化の2019年現在でも生徒総数1160人の府内最大規模のマンモス校で開校3年目1986年の第3期生は1学年576名が入学している全日制普通科を設置。2003年同じ大阪府立で同じ水田市にある北千里高校。 水田高校、水田東高校、千里高校と5校で立命館大学と学校インターンシップ協定を締結。立命館の学生をインターンとして受け入れたり、立命館教員による模擬講義も開催された。1970年の大阪万博のモニュメント対応の塔に一番近い高校を掲げており、2019年度に 太陽の塔から地球を望む山田から国連へ届ける SDGs をテーマとして2025年日本国際博覧会の目標の持続可能な開発目標につながる取り組みを行っている。交渉学校は万博記念公園の南側700メートルの距離に位置しており、交渉は大阪万博のシンボルマークをモチーフにしながら同校で目指す。 教育の理想像をデザインしたものとなっている。現在の校舎は新体新基準に基づき設計されており、約40年前の開校当初のまま改修されていない。芸能スポーツ。ありがとうございます。